こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして、ジョックジョンの続きからやっていこうと思います。さあ、冬公演本番ということで楽しんでいきましょう。行こう。おお、気合入ってんね。緊張する私が一番緊張する。おお、みんな見に来てくれてる。スガチ、聞いたか？アンバー、え、田中右不参加やろ。またまったく、これだからあいつは。ああ、そっか、二人とも同学年やけんね。自分が出るに値する舞台じゃないんだとさ。しかも昨日突然言い出したらしいぜ。ったく、好き勝手やってくれるよ。それはちょっと周りの迷惑になっちゃうな。アンバーのやつら、名誉挽回のために死に物狂いでやってくるんじゃねえの。怖えわで、そっちは？オニキス。いつも通りや。やれることは全てやった。おお、かっこいいな。はあ、言ってみたいわそんなセリフ。今回はクォーツが一番手だな。ダブルアルジャンヌらしいぞ。白田やろ、アルジャンヌ。俺らが1年だった時の新人公演以来だな。ああいう性格だからトレゾールのジャンヌとして脇を固めていくのかと思ってた。相方は橘か。ジャックが続いてたけど、ここに来てアルジャンヌ起用とはね。今回は調子悪いらしいけど、ダブルアルジャンヌか。顔つき変わりよったで、あいつ。あ、白田先輩のこと？あいつ？白田や。お前も感じとるやろあの1年だって不発で終わるような玉やない。スガチ先輩はちゃんと見てるな、周りのこと。そうだな、ロードナイト背負ってる身としては脅威だし楽しみだよ。わあ、いいなあ、ライバル。お前もだろ、オニキスの舞姫どんなもんになるのか見せてもらうわ。うわ、なんかスガチ先輩がこんなに喋ってるの初めて見たかも。いいなあ。お、楽屋。オーラマハベンナ、女を全力で演じるのは今でも怖い。そうだね。でも頑張れ。ねえキサちゃん、ユニベールに入学してくれてありがとう。君がいてくれて嬉しい。うわ、なあ橘、お前は夢あんのか？ああ、無理に聞き出したいわけじゃねえんだ。ただお前に何かやりたいことがあるなら叶ったらいいなって思っただけ。それがどんなことでも俺応援するから。いい子やな。玉坂座にいりゃ舞台のために自分も人も変えちまう、とんでもなく優秀な後輩が入ってくるかもしんねえだろ。俺の自慢の後輩だ。それを待つのも悪くねえよ。嬉しいよね、こんなん言われたら。橘、俺はお前のことを尊敬している。舞台に対していつだって真摯なお前からたくさんのことを学ばせてもらっている。いい先輩だな。君はクォーツに必要な人間だ。君が失われるようなことがあってはならないんだ。お前が何者だろうが僕は肯定してやる。僕はお前の先輩だからな。泣きそう。立花、泣きそう待って、みんなかっこいいんですけど。え、衣装めっちゃ似合うな。え、待って、そうちゃんかっこよ、王子様やん。舞台始まるよ。やってやろうぜ、オーラマハベンナ。倒れるまで踊れってな。かっこいい。待って、え、ふみさん かっこいい。待って、王子が2人おるぞ。いや待って、鈴くんもかっこいいな。待って、王子が3人か。いや最高すぎんか。ありがとう。これが終わればまた新しいものが見えるようになる。カイさんかっこいい。え、でもみんなかっこいい。アルジャンヌのことは我ら全員でしっかりサポートするから安心なさい。え、待って、ドミナ美しい。イメージしてたんと違う、美しい。立花、わあ、ごめん、何も話入ってこんかった行くぞ。わあ、はい。私は
女になる。かっこいい。すごいな。来た。お、お、お。ようこそ享楽の町へ。オラバハベンナ。わあ、始まるぞ。楽しみ。そこの船よ。神の皆のもと泊まれ。ここはハベンナ。欲望と快楽の町。岸を踏めばもう二度と向こう側には戻れない。望みは金か、それとも名誉か。成功すればあの町を我が物顔で割歩できるだろう。しくじれば路地裏のよもぎ売りだ。無垢で清らかな少女、それでもハベンナに行くというのか。ええ、向こう岸に戻る気はないわ、神父様。かわいい、チッチ。そうか、では倒れるまで踊れ、オーラマハベンナ。わあ、ここで踊りが入るんだ。ああ、私がするんだ了解。あ、このタイプか。このタイプ苦手なんだよな。めっちゃいい曲や。めっちゃいい曲。好き、こういうの。ジャズっぽいの。ここ灯る街のランプのトロック、いなげなパリナイフラストレートロビング、ダバダバダダッタ飛んで火にいるアウトロー、ふたけパラダイ我ら哀れなゲゼルシャーフ。やばい、評価 A だS じゃないけどいけるかな。とりあえずそのまま進んでみるか。オーラマハベンナ、欲望を恥じなくともよい。オーラマハベンナ、快楽を受け入れればよい。オーラマハベンナ、産湯に浸かるように暖か。かわいい、ルキオラ。オーラマハベンナ、ゆりかごが揺れるように柔らか、骨までとろけて忘れてしまえハベンナ。美酒と美食に心まで疲れハベンナ。オーラマハベンナ、オーラマハベンナ、オーラマハベンナ。歌はこれまで、ありがとうございました。いい夜を。オーラマ、オーラマ、石棺だ。おう、もっと聞かせてくれ。石棺だ、石棺だ。アンコール的なね。はあ、何回歌わせる気よ。あ、もう一曲だけ歌ってあげる。
今日は友達が来てるから特別。わあ、仲いいんだよな。チッチ、来てくれたのね。もううんざり。店の客たちはこのひどい歌で自分たちの惨めさをごまかしてるだけじゃない。あの歌小屋はあいつらのしみったれた匂いで充満しているわすごい言うやん。私が鼻詰まりじゃなかったらあまりの臭さに吐いていたわ。鼻が詰まっててよかった。歌いにくいから一刻も早く直したいけど、でも何よりうんざりするのは私がそういう奴らを相手にお金をもらっていること。私の生活は下びた奴らの金の上に成り立っているってことよ。あー、すごいこうなんか高尚な考えだな。あー、いやだいやだ。どんな仕事も一生懸命やる人は素敵だよ。私ルキオラの歌声が大好き。チッチ、大好きな友達、あなたがこのハベンナで唯一私の安らげる場所抱き合う二人の少し離れた場所で小汚い男が艶やかな女性に声をかけている。それはこの町で最もルキオラが忌み嫌うものだった。見てチッチ、ヨモギウリよ。ハベンナで最も乱れではしたなく汚らわしい女たち。嫌いやけんね。近づくとヨモギの匂いが移るわ。いやらしい香り。そうだね、少し離れて歩こうか。待って。え、今度は何。ああ弱ったな。あ、不義王じゃん。誰かが女の集団に追いかけられてる。こっちに来るわ。このままじゃ捕まってしまう。かっこいい、そうちゃん。こっち、ここの物陰に隠れて。君は、あなたもしかして不義王。ああ、俺のこと知ってるんだ。アガクラブのプリンケプス、劇場の星だもの。ハベンナであなたを知らない女はいないわね、チッチ。ええありがとう。君たちのおかげで助かった。よかったらショーを見に来てくれ。ビップ席を用意してあげる。かっこいい。本当？二人分用意してくれる？もちろん。それじゃまたね、チカチーナ。あ、言ってしもうた。チカチーナ。ああ、今アガクラブで流行ってる別れの挨拶さ。明日には廃れてるかも。うまいな、さらっと嘘を流し込むそうなのね、チカチーナ。ああ、かっこよかった。清廉潔白なハベンナの司法不義王、まさかこんなところで出会えるなんて。彼のショーのチケットは泥棒でも入手不可能って言われているのよ。これも清く正しく生きているご褒美かしら。それじゃあ次の約束はアガクラブのショーね。バイバイチッチ。わあ、バイバイルキオラ。心が痛いな。チッチ、ルキオラと会っていたんだね。ジレ。ジレ、彼女はハベンナでたった一人の女友達だから。ポンタルチアの出勤時刻が近いよ。1時間前には部屋に入れってドミナが。お客さんと偶然会ってしまって少し遅れただけ。仕事はきっちりするのよ私。それはドミナから聞いてるさ。嫌というほど。さあ行こう。チッチがチカチーナになる時間だ。ねえお兄さん、よもぎいらない？その店よりうちの方が断然クリーミーだよ。ん？やだ、神父様じゃないか。わあ、かっこいい。カイさん、こんな町で布教活動かい？信心深いね。でも私たち説法はコリゴリだよ。神様の影に怯えてお客が逃げるだろう。ほら、あっちに行って。今日もここはヨモギの匂いに支配されている。ああ、やまた会えたね。あ、フギオ。外にいるときは仕事用の名前で呼ばないでほしいの。すまないチカチーナ。ああ、チッチ、まさか街で君に会えるなんて思わなくて嬉しくなってしまった。君こそ気をつけた方がいいんじゃないか。どういう意味？俺のことなんか
店の客のことなんか無視すればよかったのに。隠してるんだろ、君がよもぎ売りだってこと。つまらないわこんな話。あなたがこんなお店でよもぎを買っているってことぐらい。プリンケプスでいることはとても疲れるんだ。人の目もあるからイメージを崩せない。君なら分かってくれるだろ、チッチ。うわ、イケメン。今の言い方イケメン。よもぎを炊くわ。先払いよ。あと、ここではお店の名前で呼んで。悪い。君は秘密主義だな、チカジーナ。はあ、いい匂いだ。ここからよもぎ売りの仕事に入る。眠れない男の要望通り、気管を圧迫して失神させて無理やり眠らせる仕事。改めて見るとすごい仕事だな。ハベンナで最もみだらではしたなく汚らわしいと言われる仕事。ルキオラが憎み、チッチがひた隠しにするよもぎ売りの仕事。チカチーナは仕事をするとき、友人のように客に接する、恋人のように客に接する。あー、でもなんかあでやかな感じだったから恋人のような感じじゃないかな。恋人のように接しているんだと思う。お客がチッチに思いを寄せてしまうほどに。そうだね。ねえ上着を脱いで。あ、後ろから腕を絡めるのが好きよね。うわー、セクシー。化けよったな。ああ、スガチ先輩。いや、化けたっちゅうよりもチッチが不器用にすり寄った。稽古じゃあんなに距離詰めてなかったのに。チッチじゃない、チカチーナだ。チカチーナ、ハベンナの女だ。うん、ハベンナらしさが出てる。どこからどう見ても女だ。それはいい方向に転がってくれ。おお、上がってる。おお、鈴くんが上がってる。女か。あ、見ちゃいけないもん見てる気分になるな。わあ、確かにね。そうだ、さあ早く首元へ。それじゃあ、ここは何度もそうちゃんと練習した。すごいな。おい、なんだ、首絞めて気絶させたぞ。あれがよもぎ売りの仕事なんやろ。学校側もよくこんな話通したな。どうなってんだ倫理観。確かに。ユニベールが表現に規制かけてどうするんや。そりゃそうだけど、ほんとネジ先輩発想回路やべえわ。立花調子悪いって聞いてたけど、しっかり仕上げてきたみたいだな。さっき仕上がったと言っても過言ではないね。それどころか。あ、え、どうした、なんだ。あ、田中美希先輩も見てくれてるんだ。田中美希、お前今日の舞台出ないんじゃなかったのか。出ないけど見るんだ。クォーツの舞台を見に来たんか。え、クォーツの器だ。器、器、そればっか言うな田中美希先輩。俺は病だと思う。そうね、よく眠れた。しかし最初にこんな商売を思いついたのは一体どんなやつなんだろう。眠れない男を失神させる商売なんて誰でも思いつくわ。この町の人間なら。まさか橘のアルジャンヌを見に来たのか。アルジャンヌ、お前はアルジャンヌの、ジャンヌの意味が分かっているのか。ジャンヌの意味、こっちはロードナイトだぞ。嫌ってほど分かってるわ。男女両役、どちらも男がやるのがユニベールで、ジャンヌは。お前たちは、え、
あれが男に見えるのか。やめて田中美希先輩、なんでそんなこと言うの、やめて。は？俺は見に来ただけだ、あいつの正体を。うわめっちゃバレとる。ハベンナは眠れない男たちで溢れてるからな。もう少しそばにいていいか。もうなんぼでもいてってなっちゃう。ええ、朝まではあなたの地下チーナよ。まったく太陽が恨めしいよ。君をいつかハベンナの外へ連れて行きたいな。そうすれば君を独り占めできるだろう。いつかハーベンナの外へ。君と本当に好きなんだな。フギオは仕事が終わり、体についたヨモギの匂いをウォシャースプラで洗い流す父。ルキオラに、ルキオラだけには知られたくない。そんな父の姿をジレはどこか苦しげに見守っている。彼女がごまかし続けられるのもルキオラの鼻詰まりが治るまでだろう。お、チカチーナ、大鳥くん全然わからんかった一瞬。え、このさ、ヒゲ面でもイケメンって思っちゃうな。ファキオだ、ポンタルチアの店主、ハベンナの大富豪。彼がいるってことは。ずいぶんヨモギの匂いが強いじゃないの。無駄遣いしてるんじゃないでしょうね。いや、ドミナ予想の数倍美人なんですけど。ドミナ、ポンタルチアの大狼、ファキオの愛人。こんばんは。またプリンケバブの彼が来たのかい。プリンケバブじゃなくてプリンケプスですよ、ファキオさん。ケバブでもピラフでもいい。君があの人気者を夢中にさせているってことが重要なのだからねなるほどな。それで稼ぎはいくらだったのかしら。あ、これだね。横取りされる。ここから部屋代、設備費、諸経費を差し引くと、あなたの取り分はこれね。これっぽっち。何か言った？まあまあ、私の蝶々さん、不満を抱くのはチカチーナが一人前の証拠だよ。あの、もう行っても。ああ、ジレいたの。早くお行き。またね、チカチーナ。ドミナはチッチに嫉妬しているんだ。君が若くて美しいから。ジレ、ドミナさんも美しいわ。若くはないけれど。ぐさっと刺すじゃん。チッチ、そうまでして君はこのハベンナで一体何を手に入れようとしているんだい。ジレ、ハベンナは快楽と欲望の街。私もハベンナの女よ。わからないよチッチ。君がそれで満たされていると僕には思えないもの。ジレは好きなんだな、チッチのことが。神父様、ああ神父様、私は懺悔しなければなりません。うまいな大鳥くん。どうかファキオの懺悔を聞いてあげてください。ついでに私も懺悔させてください。なさい。ポンタルチアはここハベンナで繁栄を続けております。いずれは川向こうに渡り、ポンタルチアを100号店まで拡大いたします夢が広いな。どうか神よ、傲慢で野心家な私を許し、私の才能に皆が嫉妬しないようにお守りください。偉大な功績を成し遂げるであろう彼に私もついて行きます。どうか器量の悪い彼の奥さんの代わりに彼を支えることをお許しください。それとあの生意気なチカチーナに天罰が下りますように多いな。神父様、我々はどうすればいいのでしょうか。我らの神は昼も夜も問わず我々のことを見守っておられる。そして我らの神は我々の強欲、怠慢、妬み、そねみのすべてを愛しておられる。寛大なる神の大きな愛に感謝するのだ。踊りなさい。え、ああどういうこと、どういう状況なん。あ、このパターンが一番好きです。ありがとうございます。さあ来い。おう、
ピアノだ。わあ、ダンスかっこいい。ズレる。すごいね、リ先輩その服でめっちゃ踊ってるじゃん。すごい。この願い投げつけた、ちっとばかり忍ばせた、トガの色、食材の祈りを、祈りを、踊れよ、踊れよ、懺悔室踏み入ればそのカルマ見せつけろ、クリミナル聞き切ると、懺悔室いざな、塩さんの歌声めちゃくちゃいいな。かっこいい。ファキオとドミナが懺悔室で懺悔する一方、アグアクラブでは不義王のショータイムが行われていた。明るく空っぽな歌に今夜も客たちは夢中になって黄色い歓声を上げている。その客席に向かって花を投げる不義王、あまたの女性たちが我先にと手を伸ばしたが、花はルキオラの手元へとまっすぐに飛んできた。見た、チッチ、不義王から花もらっちゃった。多分チッチに向けて投げたんだろうな。だってこの会場で一番ルキオラが可愛いもん。よかったね。うん、嬉しい。気まず、興奮冷めやらぬルキオラはチッチを連れて馴染みの店ヨベヤを訪れた。常連客のルキオラを店一番の色男ミゲルが迎え入れる。わあ、フミさん来る。かっこいい。ルッキー、チッチー、夜部屋にようこそ。んー、ご機嫌だね、ルッキー。聞いてよ、ミゲル、アガクラブのショーで不義王が私に花を投げてくれたの。見て、この花、とっても綺麗。かわいい、ルキオラ。花を女性に贈るなんて意味深だね。しかもアグアクラブの不義王、ハベンナ一のモテ男。そうだよね、ミゲル。どうしよう、不義王が私の恋人になったりしたら。彼と一緒ならハベンナを出て暮らしていくこともできる。ハベンナを？そうなるとルッキーに会えなくなっちゃうね。俺寂しいな。ミゲル、お手紙出すから花一個でめっちゃ浮かれとるやん。かわいいな、ルキオラ。マジで？お返事分厚くなりそう。ルキオラ、もし不義王が恋人になったら本当にハベンナを出ちゃうの？チッチ、町の外には快楽と欲望だけじゃないものが溢れているの。私たちみたいなハベンナ育ちには想像もつかないようなものが。ルキオラはハベンナの外に何があると思うの？わからないわ。多分すべてよ。私はすぐにでも出たいわ、こんな汚い町。本当に不義王が私を連れ出してくれたらいいのに。
ルキオーラはハベンナを出て行きたいのね。ハベンナに残りたいとは思わない？私が一緒でも。ちょっとチッチ、私別に今すぐハベンナを出るわけじゃないのよ。出られるものなら出たいけどね。君をハベンナから連れ出してくれるなら相手は誰でもいいの？それはやっぱり不義王がいいわ。心の清いプリンケプス、この花はきっと始まりの合図。ミゲル、失恋したな今。花の匂いが消える前にきっと何かが起こるの。いい香り。鼻づまりが治ったらもっと素敵でしょうね。ルキオラ、花粉があなたのお鼻についてるわ。やだ、お化粧直してくる。ルキオラ、不義王に夢中だね。花を投げて渡すなんてするから、どういうつもりだろう。案外君に投げたんじゃないのかい？だって君が会場で一番可愛かっただろうから。かっこいい。見て、てかさ、キサちゃんもさ、チッチもさ、めちゃくちゃ妖艶な女の人になってるじゃん。かっこよ、美しいな、この一心。だから軽いって言われるんだよ、ミゲル。セールストークは好きじゃない。今は君の方がお客さんなんだから、サービスしないとだろ。かっこいい、ミゲル。眠れないんだ、ヨモギの香りが恋しいよ。ここで話すのはやめて、ルキオラが戻ってきちゃう。大変じゃない、嘘をつき続けるのは。嘘はついてない、本当のことを言ってないだけ。それを嘘と捉える人もいるんだよ。どうして固くなに隠すんだ？私がポンタルチアでお客さんを取り始めた頃、うまく締め落とせなくてドミナにこっぴどく怒られたの。お前なんていらない、このただ飯くらいって。泣きながらハベンナを歩いて豚のケツ通りに差し掛かったところで歌声が聞こえてきた。オーラマハベンナ、私の愛するハベンナ、ろくでなしでも大丈夫、笑って踊れば全て忘れられる。私泣いてた。ああ、その歌声で救われたんだ。泣いて泣いて泣き続けて、ショーが終わったのに涙は終わらなくて、動けずにいたらルキオラが声をかけてくれた。ルキオラの歌に感動した。心の美しい子だと思われたみたい、こんなに汚れているのに。でも嬉しかった。ルキオラだけには本当の私を知られたくない、たとえ何があっても。それがルキオラを傷つけることになっても。友達がヨモギ売りという真実以上に彼女を傷つけるものがある？そんな怖い目で睨まないでよ。大丈夫、本当の君なんて誰も知らない。ハベンナの誰でも、俺だって。ミゲル、あなたは違うわ、私の特別な人だもの。え？おいおい、君の方がセールストークじゃん。どういうこと？じゃあ素直に話す？ミゲルがルキオラのこと好きだって。ああ、なるほど。あなただって嘘つき、本当の気持ちを軽い言葉でかき混ぜて眠れない夜をよもぎで紛らわせてる。降参、俺の負け。今日は意地悪だね。ルキオラが不義王に夢中でイライラしてるの？ルキオラは不義王に花をもらって嬉しそうだった。だから私も嬉しい。また本当のことを言わないんだね。仲いいな、ミゲルとチッチの関係も好きだな。じゃあこれもらえる？バクークッキー。うん、ありがとう。かわいいクッキーね。ルッキー、君のクッキーがあれば迷わずそっちを買ったさ。そんなものはないわ、お客さんよ。クラブの人に出すにはかわいすぎるけど。自分のためにね。
好きなんだ。何ミゲル可愛いだろう。可愛いのさ俺は。可愛いミゲル。あ、それよりも見て、フギオがくれた花まだ元気なのよ。すごいでしょ。夢中だねフギオに。この花の香りを楽しみたいとルキオラは耳鼻科へと向かった。まあ、あんな、お、チカチーナ待ち遠しかった。この前はゆっくり話せなかったからさ。うわあ、艶やかだな。そうちゃんかっこよ。うわあ、上芸術やんすごいな。まずは俺のショーを見に来てくれてありがとう。アガクラブに君がいるというだけで心躍ったよ。好きなんだなフギオは。ルキオラもいたわ。ああそうだったね。そうだ花、びっくりしただろう。ルキオラがキャッチした。うまく投げられなかったんだ。本当は君に渡したかったんだけど、ごめんね。今度は君に届くように投げるよ。いや、直接渡した方がいいかな。わあ、フギオ愛だね。ルキオラはあなたに夢中なの。ずっとあなたの話ばかり。君は俺の話をしてくれよ。俺と一緒にハベンナから逃れたいとか。こんな話つまらないわ。君はハベンナの外の話をするとすぐに話をそらすね。もしかするとハベンナの誰よりも外への思いが強いんじゃないのか。辛い現実から逃げ出したいんじゃないのか。なぜだ、なぜヨモギ売りの仕事をしている。借金、何か欲しいものがあるのか。俺なら君の望むものを与えてあげられる。欲しいものも現実を忘れる時間も。かっこいい。だからヨモギ売りの仕事なんか。もうやめて。そんなに哀れむなら私を買うのをやめたらいい。私の何を知っているというの。ジレ、お客様がお帰りよ。チカチーナ落ち着いて、言葉が過ぎた。チカチーナ、どうしたの。なんでもない、二人の話だ。彼女の話は僕の話だ。ドミナの手先のくせに。わあ、今の言い方いいな。なんだと。僕は彼女の味方だ。地位も名誉も金もない君に何ができる。地位も名誉も金もあるのにヨモギを買うだけのあなたに言われたくない。なんだと。なんですか。やめて。大丈夫、仕事をするわ。私はヨモギ売りだもの。だけど近しいな。ごめんなさいジレ、部屋を出て。仕事をしている姿は見られたくないの。それに今は俺が買った時間だ。違うかな。まあ確かにな。わかりました。ジレ。ああ待って。うえ、100パニチップだよ。それでケバブでも食べてくればいい。うわあ、屈辱。何がケバブだ、こんなもの。チッチ、ああチカチーナ、僕は彼女の体にヨモギの匂いが染みついていく。100パニー、あいつには100パニエをチップで払える力がある。僕にあるのはチッチ。ああ、迷える子羊。おおや、ジーレ、こんなところで会うなんて。悪さでもしたのかしら。あなたと一緒にしないでください。僕は懺悔することなんてありません。チッチのことで話があります。率直に彼女のことどう思っていますか。ドミナ嫌ってる風だったよね。生意気なサナギちゃん、将来はカリブンクルス模様の蝶々かしら。恐れているんですね。彼女、取引しませんか。取引、何する気だジル。今夜もルキオラは歌小屋で歌う。胸にフギオからもらった花を刺して。え、まだ元気なんだ花。歌い終えたルキオラは客席で感激していたチッチとミゲルの元へ駆けていった。
そして胸元の不義王の花を取ると、顔の間近まで寄せて、その香りをいっぱいに吸い込んだ。あれ？え？どうしたの、ルキオラ。嫌いな匂いがしたわ。あ、花が治っとる。え？不義王の花？違う、ヨモギを。ギク。このままじゃルキオラにヨモギ売りだって気づかれる。平静を装いたいけど、落ち着かずに視線をさまよわせて。そんな、どうして。え、あ、田中美希先輩見てる。田中美希先輩がいるの。気がついちゃったんだ。どうした、急に動揺し始めたな。でもここってルキオラに嘘がバレそうになって動揺するシーンですよね。ああ、進行上は何の問題もないんだけど。え、ネジ先輩、あそこ。どうした、注意。え、田中美希先輩、今回不参加じゃ。何を見に来たんだ、注意。わあ、やっぱ田中美希先輩っていう存在だけでみんなうわってなっちゃうんだな。気のせいじゃない。ルキオラは鼻づまりでしょ。耳鼻科を変えたのよ。おかげで日に日に良くなっているわ。くそ、やぶ医者であれ。やっぱり匂いがする。あのいやらしい香り、おぞましい匂い。中身木先輩の視線を感じる。わあ、ただ見ているわけじゃない。奥底まで覗くような目。田中美希先輩が私の正体を暴こうとしてる。演じよう、バレないように。これじゃないか。え、クッキー。いろんな種類があったね。これはヨモギの風味がするんだ。わあ、ミゲル、趣味が悪いわ。ミゲル、まさか君の鼻づまりが解消するなんて思っても見なかったからさ、ごめんね。素直に話してくれたから許すわ。あ、お花に水をあげる時間、ちょっとごめんなさい。ありがとうミゲル。どうするのチッチ、彼女の鼻が完全に治ったら君のヨモギの匂いに気づくかも。香水は変えるわチッチ。いつまでもごまかせるとは思えない。正直に話したら。ミゲルはいい友達だな。それとも俺がルキオラをさらってハベンナの外に逃げちゃおうか。冗談でしょ。うん、気を紛らわせようとしただけ。やめて、今それどころじゃないの。それじゃあバククッキー食べる。それ子供の頃食べてたわ。ヨモギの風味なんてない。そんなものが好きなのミゲル。嫌いさ、パサパサして味もしないし。でも昔のことを思い出させてくれる。昔を忘れないために食べるの。そんなところさ。君はそういうことないの。思い出なんて虚しいだけよ。君らしいよ。なんかいいな、ミゲルとの関係。恋人ではないんだけど、こう昔の外の世界を知ってる同士みたいな感じがしてすごくいいな。どうしたの、元気がないね。ルキオラの鼻づまりが良くなってきたの。お花、とってもいい香り。耳鼻科を変えてよかったわ。邪魔だよ。意外と強め。誰かと思えば歌小屋のお月様じゃないか。気分悪い、よりにもよってあんたにぶつかるなんて。花、私の花は。花、この私の靴の下でネズミの死骸のようになっているゴミのこと。悪っ、どいて。ってこと、不義王にもらった花が。そんなに落ち込むことないじゃない。花なんていつか枯れるのだから。
人間も同じ。まあ確かにそれはそうだけどもよ。うるさいわね、このベルミクルミ、腐れマトリック女。何を失礼しちゃう。私まだ現役バリバリよ。だからあんたの父親は未だに私に夢中なのだからね。おそましいよもぎ女、その豚汚い口を閉じて。旦那に捨てられたあの女は元気にしているのかしら。あ、ここのシーンだ。母を侮辱するな。あの人死んだわ。あ、そうなの。ファキはそんな素振り微塵も見せなかったけどね。動揺してる。あんなよもぎ臭い男のことなんてもう記憶から消し去ったわ。吐き気がする。あんたたちがいるこんな町、早く出て行きたい。愛する不義王と一緒に。不義王？アガクラブの？そうよ、高貴なプリンケプス。よもぎ臭いあんたとは違うのよ。愛しい不義王がその吹き溜まりでよもぎを買っていると知ればどうだい。あいつはチカチーナって娘にお熱なのさ。チカチーナ？わあ、もっと詳しい話をしてやろうか。あいつはやめて。やめろ。ああ、逃げる。何さお前。彼女から離れろ。さもないと。さもないと何さ。どきだ。ルキオラ、大丈夫かい。わあ、優しい。あいつは嘘まみれのよもぎ売りだ。真に受ける必要はないさ。ミゲル。ん？どうしてあなたはあの女の言葉を遮ったの？くだらないことばかり言うからさ。あなた嘘つきすぎて正直ね。ルキオラ。あ、待ってくれルキオラ。まあ確かにな、ここから推理することはたやすいぐらいの情報が出てしまったからな。ああ、おいでチカチーナ。あ、ファキオ。大鳥くん、話があるとファキオに呼ばれたチッチ。話の内容はドミナには到底聞かせられないようなものだった。何？ドミナに代わりポンタルチアの大女将にならないかと。え、それ結婚しようって言ってんの？ひょっとして。それはファキオの女になることも意味する。最悪こいつ。クソ野郎じゃん。もちろん君の気持ちが最優先だよ。ただもっと華やかな世界が君を待っているのは間違いない。まあでもなんか一応優しい人ではあるんだな。こっちの気持ちを優先してくれる。よく考えてみるといい。ファキオの女はカリブンクルスの指輪をはめることになる。わかりました、考えておきます。うん、でもクソ野郎に違いはないな。そういうの今パワハラって言うんですよ。ポンタルチア、間違いない、ここだ。わあ、いいな、なんかめちゃくちゃ夜景が綺麗。やっぱりダメよこんなの。あんな女に振り回されて人を疑うなんて恥ずべきことだわ。まっすぐな子だな。帰ろう。 あれって。私がファキオさんの。チッチ、仕事の時間だ。不義王が来る。ええ。ここから一気に話が進んでいく。集中しないと。でも。どうだ。あ、うん、そうだね、ここで気づかれたからね。お前、本当に男か。このままじゃ、私が女だってことが田中美希先輩にバレる。どうしよう、体が硬くなってきた。体が勝手に女だってことを隠そうとしてる。私を守ろうとしてる。うわぁ、頑張れキサちゃん。これじゃ父を演じられない。自分で選んだことじゃない。どうなったとしても受け入れるしか。でも顔を上げな、フミさん。フミさん、誰がいる？フミさん。フミさんです。他には？クラスのみんながみんなが
います。ああそうだ、僕を見ろ橘。あ、白田先輩。ルキオラがはしゃぐんだよ、チッチといると嬉しくて歌いたくなる、楽しくて踊りたくなる。今日のチッチは間違いなくルキオラの友達なんだ。ここはハヴェンナ、倒れるまで踊ればいい。シロト先輩、そのためにお前はここに立っているんだろ。そうだ、決めたんだ。同期や先輩、ユニベールのみんな、ユニベールの舞台を見に来てくれるたくさんの人たち、みんなにとって大事なこの場所で中途半端なことはしないって。たとえどうなったとしても私は女を演じきる。大丈夫だな。わあ、はい。泣きそう。チカチーナ、会いたかったよ。フギは本当に好きなんだな、チカチーナのこと。こんばんはフギオ、また眠れないの？自分のはめた仮面で顔がむくんでいる気分だよ。それじゃあヨモギを炊くわ。ちょっと、あ、プリンケプスともあろう人がヨモギ売りの店に通うなんて。君は、はちっち、どういうこと。私は、私は、ここは落ち着いて。わあ、フギオ、あなたは黙ってて。ファルサ男の、ちっち、私たち友達よね。友達に隠し事なんてしないわよね。正直に話して。そうすれば私あなたを許すわ。ギオラ、話して。私チッチ、本当はヨモギ売りなの。あなたの剣をしているヨモギ売りの女、隠していてごめんなさい。あなたにだけは知られたくなかったの。あなたが好きだから、友達だから。チッチ、ひどい。私を騙していたなんて。ルキオラ、何が友達よ。ウギオとミダラにヨモギにまみれながら私のことをバカにしていたのね。違うわルキオラ、私、たかが一輪の花で喜ぶ私を嘲笑っていたのね。まあそう思っちゃうのも仕方ないな。二度とそのヨモギ臭い体で私に近づかないで。ルキオラ、しかもお父さんのこととかね、やっぱ重なっちゃう部分もあるからな、こういう風に出ちゃうのも仕方ないか。私の大事な友達、私がよもぎ売りだから。フギを慰めてあげて。チカチーナ、かわいそうに、おいで。フギを一体どこ行くというの。どこに行くの。希望さ。希望、なんだなんだ。ジレ、懺悔させてください。なさい。神様、私をお許しください。大事な友達を、汚らわしい嘘を許せない私を、どうかお許しください。許したい、許したかった。でも頭と心がぐちゃぐちゃでどうにもならないの。まあそうだね、一回時間を置いた方がいいかも。それどころか罰してほしいとさえ思っている。私たちは友達なのに、友達だったのに。それとも私が悪いの。いや、なんとも言えないな。醜いのは私、汚らわしいのは私の心、はあ、私がダメだから全部なくなってしまったの。私さえしっかりしていれば、私に価値があれば、こんなことにはならなかったの。パパが奪われることも、ママがおかしくなることもなかったの。
ルキオラのせいじゃないよ。許してください、許して、許してください。この心を取り出して、ジャブジャブと罪を洗い流してください。許してください、許して、許してください、許して。ルキオラ、俺も懺悔させてもらっていいかな。逃げる、逃げる。どうしたのその荷物。ハベンナを出るんだ。ようやくお金が貯まったから。本当はとっくに出ていけたんだけどね、ずるずると引き伸ばしてた。ああそうやったったい。でも駆け去る君を見て決心したよ。一体どういうことなの。うちは貧しい根城見農家なんだ。ハベンナの外の人間さ。借金がかさんで、このままじゃ農園を手放さなきゃいけなかったから、俺がハベンナで出稼ぎしてたってわけ。ああそういうことやったったい。でもお金が貯まったから実家に帰るんだ。そんなあなたが何を懺悔するというの。嘘をつき続けた自分に。さルキオラ、君が好きだ。ミゲル、俺と一緒にハベンナを出よう。わあどうなるんだろう。チカチーナ、私のサナギはどこへ。男と一緒にどこかへ行ったわよ。ドミナ、なぜ止めなかった。昔の私を見ているようで、あの子が邪魔だったから。美しい蝶になる前に眉を引き裂いてしまおうと思って。ああドミナ気づいとった。ファキオの女は二人もいらない。うわあ、勘が鋭い、頭がいい女性だ。なんと恐ろしい女だ。どちらのことだか、このエブリエタス男。ポンタルチアは私が育てたも同然だよ、なりきんめ。そうやったった。何をする、やめろ。腕はなまっちゃないよ。んお、うん、チカチーナ、ファキオ、これで邪魔者は消えた。強いな。後で神に懺悔しておくわ。かっこいいな。ここまで来るとかっこいいよね。さあ着いた。あ、フギオ。ここは湖よ。そうさ、船で向こう岸へ渡るんだ。やめてフギオ、私そんなこと望んでない。じゃあ何が望みなんだ。大事な友達に嘘がバレてしまっただろう。チッチ。あ、ジル。あ、え、かっこよ。ジル、あなた何を持っているの。え、ほんまや、なんか銃みたいの持っとる。まったく大したお星様だ。まさかチッチを連れてハベンナを出ようとするなんて。ジレ、もしかして殺す気か、フギオを。チッチ、こっちへ来るんだ。その男はお店の商品を盗み出そうとした。ダメよジレ、彼はアグアクラブのプリンケプスよ。噂はすぐ広まるわ。だったら僕は見ないふりをするしかないな。チッチ、決めてくれ。その男と湖を渡ってハベンナを出るか、その男を罰してポンタルチアへ戻るか。わあ、でもその二択だったらもうハベンナを出るしかないな。フギオは悪い気でやってるわけじゃないもんね。ジレ、私は湖は渡らないわ。それに彼を罰することもしない。チカチーナ、どうして。君ならハベンナを出ると思ったのに。あ、もしかしてジレは後腐れなく出るためにわざと悪役を買って出たのかな。ここを出るんだ。これ以上嘘で汚れていく君を見たくない。ジレ、愛だね。ハベンナに来たばかりの君は真っ白で清らかだった。吹き溜まりに舞い降りた一輪挿した。この街に毒されてよもぎの香りに染まっていく君を見ているのは
辛いんだよ。彼もこう言っている。俺とハベンナを出よう。そうすれば君はまた清らかになれる。もう嘘をつかなくていいんだ。清らかでいてほしいからハベンナを出ろ。どうしてそう勝手なことが言えるの。私は自分の意志でハベンナに来たわ。ハベンナを出るときは自分の意志で出る。かっこいいな、チッチ。チッチ、ドミノをそそのかしてルキオラに全てバラしたのはあなたね、ジレ。え、そったい。僕は不義王まで巻き込んで、なんて傲慢な人なの。チッチ、僕はただ君が神様に懺悔した方がいいわ。あなたが耐えられなくなる前に。さよなら。え、ジレ。チッチ、君ジレ。やり方がちょっと不器用すぎたんだな。僕はただ彼女が大切で。ジレ。わかるよ。ありがとう。なあ、巻き込んでしまって悪かったね。懺悔室へついてきてくれないか。チッチがポンタルチアに戻った頃、店の周りには人だかりができていた。その中心にはドミナとファキオの罵り合う姿があった。権利争いで取っ組み合いの喧嘩だと。騒ぎがきっかけで調査が入って違法店だってことがバレたみたい。最悪やん。そうなの、大変ね。嘘をついてきた。ずっと真実を隠してきたみんなに。そうやって自分の大事なものを守ろうとした。でも結局何もかも傷つけて一人残ってしまった。チッチ、これはチッチの涙なのかな。チッチ、きついもんだね。見てることしかできないってのは。フミさん、あいつがチッチと一緒に泣いてるってのにさ。フミさん、かっこいい。オーラマハベンナ、産湯に浸かるように温か。オーラマハベンナ、ゆりかごが揺れるように柔らか。あ、一緒に行かなかったんだ。ルキオラ、ルキオラ、ルキオラ。チッチ、ルキオラ、私一緒にハベンナを出ようって言われたの。ミゲルに。彼ハベンナ育ちじゃなかったのね。根城見農家をやっている実家に戻るんですって。私にもついてきてほしいと。ミゲルが一緒に行かんかったったい。そうか、そうなのね。ミゲルは正直になれたのね。ごめんなさい、逃げるにも言われていたのに。本当のことを話すべきだと。でも話せなかった。あなたに嫌われたくなかったの。あなたを傷つけるより自分が黙っている方がいいと思ったの。そう、私あなたと本当の友達になりたかった。そう、嘘をついてでも。そうだよ、ルキオラの言葉が全部突き刺さる。許されるはずがないんだ、チッチも私も。でもルキオラが優しく微笑んでいるの。ルキオラ、あなたの問題はきっと愛されすぎていることだわ。チッチ、あなたは私を許せる？え？何のこと？
あなたに嘘をつかせてしまったこと、本当のことを話せなくしてしまったこと。そんなこと、ルキオラは悪くないもの。じゃあ許して。その方が神様に許してもらうよりずっと簡単だわ。懺悔室まで行くのは面倒だもの。でもチッチ、許す、許すよルキオラ。じゃあ私も許す。よかったね、ルキオラ。許されたのはチッチ、私じゃない。でもミゲルについてきてほしいと言われた時、真っ先に思い浮かんだのはあなたのことだった。私の歌を聴いて涙を流すあなた、とても美しかった。よもぎ売りだろうがケバブ売りだろうが何でもいいわ。チッチはチッチ、私の大事な友達よ。ルキオラ、その言葉を言えるまでにさ、どんだけ考えたんだろうね。今だけは、今だけはチッチと一緒に。お前もな。僕にとっちゃ大事なやつだ。白田先輩。白田先輩。お前が何者だろうが、どうだっていい。僕は許すよ。白田先輩。白田先輩。よかったね、本当に。立花、優しい顔してるね、白田君。本当に全部許しちまう顔してるよ。チッチと立花がそうさせるんだろう。白田先輩、ありがとうございます。やっぱ一緒にジャンヌや、アルジャンヌをやってる白田先輩だからこそ刺さる言葉だね。はあ、よかったな。ちょっと待って、涙拭いてからでいい？聖母のような顔してたもんね、白田先輩。いや、よかったな。あ、この曲か。隙間明かりずっと遠く、何を描くの、無地のキャンバス。めっちゃいい声。繰り返し夢を見る、過ぎ去ったあの空ごと、しらじらと上辺だけ、指先でを
隙間いい曲。待って、 A だけどいけるか、いけるか。ルキオラ、ポンタルチアはなくなっちゃった。うちで歌を歌えばいいよ。踊るのもいいね。でもミゲルは、一緒にハベンナを出なくていいの？彼には彼の、ハベンナに来てまで叶えたかった望みがあったの。ミゲルのことは好きだけど、彼の望みと私の望みは違うわ。私、あなたと言いたいと思ったのよ。わあ、ルキオラ。チッチ、最後に一つだけ聞いていい？何？私、本当のことを知りたいの。ハベンナに来て、ヨモギウリになってまで、あなたが望んだことって何？確かに。私、みんなに聞かれるんだ。でも、ルキオラにだけは本当のこと話すね。私、ただヨモギウリになってみたかったの。え？あ、そういうこと？好奇心というか。それから父とルキオラは歌って踊って暮らした。欲望と快楽の街ハベンナで笑ったり泣いたりしながら。オーラマハベンナ、産湯に浸かるように暖か。オーラマハベンナ、ゆりかごが揺れるように柔らか。あ、神父。あなた眠れないんだ。神父、毎晩眠れない。私はどうすればいい？そう、ヨモギでも炊きましょうか。わあ、ヨモギよりは続けるったい。オーラマハベンナ。くるっと待って。舞台。お、終わった。終わったか。でも、私が女だってことは。そか、あの最後のシーンを追加したってことか。なるほどな。ちょっと、もうキーさん。ああ、あんたってばもう、本当にもう、めっちゃ感動したんだけど。マレちゃん、すごかったね、アルジャンヌ。新人公演以上。カサイくん。マレちゃん、カサイくん。なんかもう、父が。いい子やな、マレちゃん。ありきたりな言葉になるけど、役が生きていたね。何から何まで本物で。うわ、嬉しい。女性を演じているようには全く見えなかった。ああ、女性だった。うわ。でもそれ以上にすごかったのが美月様。え、何よあれ、あんなの女子でしかないでしょ。すごすぎて腹立ってくる。もうたまんない。確かにな。俺は橘が演じる女の子も同じくらい良かったけど。これだからジャックは分かってない、分かってないわ。美月様の女子オーラがてっぺん越えて星に届く勢いだったの。まあ確かに今回はすごかったね。城田先輩って顔はジャンヌだけど、どことなく少年っぽさがあったから、城田先輩の字が出てるっていうかさ。ああ、今回もルキオラになってたもんね。そう、でもそれが今回ないの。完全に女子。父を許してあげるところなんか聖母だったんだから。わかる、私もそう思った。何、うるさいな。美月様、ファンです。今日すごかったです。美月様が男だなんて信じられない。それお前が言う？確かに。劇場のみんなも言ってました。ほんと女子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 。アルジャンヌなんてそんなものだろう。ほら、うるさいから出てけ。そっちの舞台これからだろう。は
あーでも本当よかった。お疲れ様キサ。いい子だな。あんなすごいの見せられたらやる気出ちゃうな。俺も負けないように頑張るよ。じゃあね。はあ、想像しいな。何、悔しいの？悔しいんだ。アルジャンヌの相方の方が女性らしかったって言われて。いえそんな。あのさ、入学式で初めてお前と話した時言ったろ、自分の特徴は自覚しておけって。あ、言ってたね。お前以上に僕の方が女っぽいんだよ。僕よりも女性らしく演じたければもっと頑張れば。はあ、化粧落とさないと。ちゃんと自己分析ができてるんだ。あ、白田先輩。なんだ。え、お疲れ様キサちゃん。そうちゃん、いつもの白田先輩だね。多分カモフラージュになったんだと思う。ああ、どこまで気づいているのかわからないし、白田先輩から何か言うことはないだろうけど、白田先輩が守ってくれたんだよ。かっこいい。そうだね。何も言わずにカモフラージュになってくれた。ありがとうございます白田先輩。嘘と隠し事だらけの私を許してくれて。さてと、結果発表のお時間か。今回の結果は捨ててるなんて最初は言ってたけど、冬公演もこれまでになくいい出来になったんじゃないのかな。いい出来になりました。自信を持って迎えようじゃないか。はい。うん、あの、え、いや最初から SS でしたけど。ちゃんとね、操作方法を調べてやり直してきました。無事1位をゲットしました。何の不正も使わず実力で。いや最高ですね。1位だ、クォーツ1位っすよ。やった。本当だ。よかった。一番ホッとしてるだろうな。おい、ダブルアルジャンヌ、よくやったじゃねえか。嬉しい。この冬公演、お前たちが一番頑張っていた。よくやったな。うわ、うん、立派なもんだよ。クラス全員で掴んだものですよ。白田先輩、白田先輩、同じこと言ってる。僕と立花が一番頑張ったってところは否定しませんけどね。そういうところが白田先輩のいいところ。ああそうだ、俺も頑張ったけど文句ないっす。自己主張が激しいなクォーツ。僕も。さてとん、じゃあ個人賞行ってみようか。さあどうなる個人賞。おお、やった金賞。あ、白田先輩金賞。3年生、やっぱふみさんが金賞。待って、銀賞にねじこくと。わあすごい、立花が金賞だ。やったぜ。おお、やったー。鈴くん、自分のことのように喜んでくれる。絶対にそうだと思ってた。そうちゃん、おい、やったな、おめでとう。ありがとうございます。どうですかご気分は。アルジャンヌ最高です。金賞、白田先輩もね。白田先輩、金賞が取れました。なんだかうまく言葉が出てこないな。白田先輩よかったね。お前の頑張りが報われたんだ。素直に嬉しいよ。自分のことじゃなくて、あれ、キサちゃんのことを喜んでたの。うわ、白田先輩どんなものより輝いてる。おめでとう。ありがとうございます。めちゃくちゃいい先輩。それにしてもさ、立花と岩永、クォーツ1年から個人賞2人ってすごくねえか。確かに。あ、鈴くん、鈴くんすごいな、喜んでくれるんだな。ん？なんだお前、なんて言ったらいいのかわかんねえって顔してんじゃねえよ。俺最終公演で金賞狙うから。かっこいい。
鈴くんらしいね。だろ。そんでさ、俺らクォーツ78期の3人で個人賞独占するんだよ。うわ、だから2人とも最終公演で落とすなよ。そっか、そうだね。うん、3人一緒に個人賞を取ろう。みんなで一緒に。まぶしいこの子たち。いやあ、お暑いですな。いいこった。一方、我ら3年はって感じだけど。フミが金賞を守ったな。ジャックに転校してもあの結果だ。心底すごいやつだ。コクトも銀賞か。まいったな、才能あるな僕。自分で言うか。カイさん。カイ、大丈夫だ。ちゃんと悔しい。カイさんが悔しいって思ってる。こんなに悔しい気持ちになったのは初めてだ。この気持ちがあれば俺はやれる。そうか、お前も変わったんだな。絶対前までのカイさんだったらさ、おめでとうって嬉しそうに笑って終わったもんね。悔しいって思えたんだ。どうよカイ、ユニベール歌劇学校ラストの最終公演で打倒フミを掲げ共に金賞を目指すってのは。ああそうだな、悪くないな。相方からライバルへ。譲らねえよ金賞は。これは俺のもんだ。かっこいい。うわ、出ましたよ王様発言。取りに生きがいがある。まあ、嬉しいだろうねフミさんも、ライバルが現れてくれて。しかし注目すべきはやはり白田くんの金賞だよね。そうだね。金賞、実力がありながら個人賞に対する意欲の薄さで無冠の歌姫だったあの白田くんがついに。すごいじゃねえかよ。いつ1年から3年までクォーツが金賞独占だぜ。嬉しい。全学年同じクラスが金賞を取ってるのって初めて見ました。俺もだ。こんなこともあるんだな。あんまりないんだね。おめでとうございます白田先輩。白田先輩でも個人賞取れないなんて、2年生の上位陣って鉄壁だったんですね。田中美希先輩がいるからね。まあ崩されたんだけどな。実り川先輩。あ、スガチもいるじゃねえか。どうしたんだよ。いつも自分のことしかやってこなかったお前にあんなすごいもん見せられたからさ。背負う覚悟ができたんやな。別にそんな大層なもんじゃない。ただ先輩たちがやってきたことを僕もやることにしただけだ。かっこいい白戸先輩。そうか、お前らしいよ。昔からそれだけ花があんのに本気でやらんお前のことが好きになれんかった。でもな、本気でやってこんだけ偉いもん見せれるって分かったらなおさらいけすかんくなったわ。そう言いながら須賀知先輩嬉しそうな顔してる。なんだよそれ。お前たちはずっとやってきてたんだな、これを。俺らは卒業するまで田中右と戦わなあかん世代や。同期の中には諦めとるもんもいる。せやからお前がこっち側に来てくれてよかった。菅津先輩はクールに見えて熱い人だね。田中右先輩と同じ77期の先輩たちは他の世代とは違うものを背負っているんだ。そういえば田中右先輩は。ああそうだ、田中右のやつクォーツの舞台見てたんだけどさ、感激途中エニス先生に呼ばれて退席してたよ。校長先生の呼び出しらしい。え、もしかして校長先生から口止めされてる。田中右目的で舞台を見に来る人も多いからな。急遽不参加で問い合わせがすごかったんだろう。ああそれはね、やっぱ観客も楽しみにしてるだろうからね。多分最終公演参加への釘刺しだ。絶対出ろと。
人の話を聞くようなやつだとは思えないけど。まあな、あいつが出ようと思うだけの何かがなけりゃ出ないだろうよ、たとえ最終公演でもな。すごいな。やからこそ、もしあいつが最終公演に出たらとんでもないものを見せられるやろうな。最終公演、そこで集約を取らなきゃいけないんだよね、キサちゃんは。私がユニベールに残るための条件、最終公演で主役になる。この感じだったらいけそうだけどな。でも1年だもんね。お疲れさん、フミさん。フミさん、個人賞1年から3年まで全部クオーツってのは俺も初めて見たわ。そうった。卒業間近だったのに、経験したこともないことが次から次に起こるな。お前、冬公演の準備期間中あんなに大変だったってのに、ちゃんと結果を残したんだな。うわあ、嬉しい。お前が舞台にしっかり向き合っていた証拠だよ。お前みたいなやつが取るから賞に価値が出るんだ。震えるわ、こんなん言われたら。おめでとう、最後までちゃんと演じ切ったな。お前しかできないアルジャンヌだったよ。アルジャンヌをこんな風に客観的に見たのは初めてでさ、すげえ刺激になったな。俺もやりたくなっちまったよ。うわ、でも同じくらいジャックも面白くてさ難しいんだこれが。どっちもできるってのはやっぱ強みだよね。男がただ男を演じるだけじゃ全然かっこよく見えねえ。ユニベールにいるとジャンヌやる方が大変だろうってよく言われるけど、なことねえな。ジャックもジャンヌもそれぞれ難しさがあるよ。俺がユニベールにいられる時間はあとわずかだ。最終公演、何をするにしても俺は上を目指したい。かっこいい。大人げなく勝ち逃げしてやるんだお前にもかっこいい姿見せねえとな。かっこいい姿しか見てないけどね。お疲れ様、お前はクオーツの希望だよ。うわ、胸が震えるわ。みんなお疲れ様。明日から冬休みだ。短い期間だが、ま、英気を養っておくんだな。長かった冬公演が終わる。おい、打ち上げだったよ、キサ。あ、打ち上げ。黒のやつがクリスマスパーティーするって張り切ってるぜ。わあ、忙しいのに準備してくれとったった。そうか、今日はクリスマスイブなんだ。じゃあ明日はクリスマス、みんなどう過ごすのかな。クリスマス、どうしてこんなに気になるんだろう。フミさんとはもう約束を交わしてますからね、遊びに行くって。あー、終わった。いやー、楽しかったな。オッケー、25日になりましたね。朝だ。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。いやー、よかったな冬公演。なんか白田先輩めちゃくちゃかっこいいな。お前を許すよって言葉はやっぱさ、白田先輩しか言えないよね、相方である白田先輩にしか。いやー、よかったですね。ふみさんもかっこいいしミゲルかっこよかったな。私だったらホイホイついてっちゃうな。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。続き気になった方また見てってくれると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。イバロでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。